レベッカ・ガンパーツ・イン2017・2017レベッカ・ゴンパーツは、医師、医学博士、ウィメン・オン・ウェーブスとウィメン・オン・ウェブの創設者。アムステルダムを拠点に、女性のリプロダクティブ・ヘルスサービスが提供されない、国において安全な中絶サービスを提供している。2013年と2014年に、彼女は BBC の100人の女性に選出された。2018年、 彼女は米国で運営されている英語アクセスを設立した。訓練を受けた中絶の専門家であり活動家であるため国境を越えた最初の中絶の権利活動家とみなされている。2020年のタイム誌の100人の最も影響力のある人々に選ばれた。レベッカゴンパーツは1966年にスリナムのパラマリボで生まれた。3歳でオランダに移り、 港町振信ン,ンで育った。幼い頃にヨーロッパ以外の異なる国々を目にしたことは彼女に国際的な感覚を植え付け、以降彼女のキャリアにも影響を及ぼしていった。ゴンパーツは高校卒業後1980年代半ばにアムステルダムに引っ越した。芸術と科学の両方に興味を持っていたゴンパーツは視覚芸術と医学を同時に学んだ。 4年間にわたり、アムステルダムのリートフェルトアカデミーで、コンセプチュアルアートを学び、芸術学位を取得し、同時に医学部に通った。彼女は、芸術が望む道ではないことに気づき、医学の世界に飛び込んだが、生殖医療の分野を転職とするのは、後のことであった。医学部を卒業した後、ゴンパーツは、外野など、小さな病院で研修医として働いた。 25歳の彼女はここで初めて不法な中絶の現実を目撃した。1997年、31歳の彼女はアムステルダムを拠点に合法的な中絶を行う医師となった。1997年から1998年の間にゴンパーツは戦場上中医師及び環境活動家としてレインボーオリアー2と呼ばれるグリーンピースの船で航海した。 ラテンアメリカを航海し、ロマニトギニニアを訪れた。ゴンパーツの生殖に関する健康への関心が高まったのは、彼女がグリーンピースの船で航海した時だった。彼女は在宅中絶による健康被害と死亡率の低下を望み、たとえ中絶クリニックが厳しく制限されているか、全く存在しない場所にいても、女性が安全に中絶を行うことができるように、するために、 革新的なプロジェクトを作り出していった。彼女は美術学校の友人たちにモバイルクリニックの設計と資金提供の協力を依頼した。彼女の親友であるジョープファンリーショーとはクリニックの設計を手伝うこととなるが、クリニック設計の際の二人のコンセプトは機能的を持つ芸術作品であった。最終案は戦場にクリニック設置し、 医療機器が押収されることなく船が合法的に国境を通過できるようにすることだった。コンパーツは国立芸術評議会ナショナルアーツカウンシルに医療機器に50万ドル、シードキャピタルに合計19万ドルの資金援助を申請したが結局モンドリアン財団が出資した。モバイルクリニックという型破りなアイディア、夢が現実のものとなったのは 彼女がかつて芸術を学ぶことにより培った想像力に負っていると言える。ゴンパーツ曰くモバイルクリニックは象徴的な仕事と社会的な仕事が融合している場になった。ゴンパーツはレインボーオーリア号 o 2での航海から戻った後、1999年にウィメンオンウェーブスを設立した。ビメンオンウェーブスは髭科的中絶サービスや知識が普及していない国々に サービスや教育を提供した。ウィメン・オン・ウェーブスの活動や使命は、今日、法律、医学、船、芸術が持つ概念や限界を超えていると言える。モンドリアン財団からの助成金で、ウィメン・オン・ウェーブスは、移動診療所を設置できるボートを借りた。多くの報道機関は、ゴンパーツが国領海域に入るときに、彼女の船が交流されたり、投獄されたり、 沈められたりすることを全く心配していないことに衝撃を受けた。ウィメン・オン・ウェーブスは多くの後悔をした。彼女が中絶が違法である国々に水路を介して到達しようとしているというニュースがすぐに広まり、多くの国々は彼女を阻止するために信じられないほどの措置を講じた。最初の後悔はアイルランドから始まり、次はポーランド、ポルトガル、スペイン、モロッコ。 グアテマラへ続いた。ダブリンへの最初の11日間の滞在は失敗したと報道されたが、ビメンオンウェーブスは助けを必要とする女性から200を超える中絶要請を受け、ゴンパーツ自身が想像していたよりも注目を集めていた。ビメンオンウェーブスは安全でない中絶の問題を解決することを目的としていなかったが、国の打体法のグレーの領域で法的前例を作り、 自国の意思によって、助けを拒否されたすべての女性にサービスを届けるためと、不法な中絶の危険な行為を防ぐために行われた。ウィメンオンウェーブスは公開中に多くの課題に直面した。ポルトガルへの彼女の旅行の一つで、彼女の移動診療所は停泊を許可されなかった。代わりに、ゴンパーツはポルトガルのトークショーに出演した。 彼女は女性が自宅で安全な中絶を自分で行う方法、ピルの入手方法と服用方法、及び彼女が放送で言うことができる他のすべての医学的アドバイスについて話した。これはコンパーツがボートよりもインターネットを介してより多くの人々に連絡できることに気づいた瞬間だった。結局、私たちの船は中絶を必要とする膨大な数の女性にとって、 抜本的な解決策になることは決してありませんと、ゴンパーツは言います。2005年にゴンパーツの2番目の組織である、ウィメンオンウェブが設立された。2016年、ウィメンオンウェブは、世界123カ国以上から月に1万通以上の電子メールを受信した。女性は、妊娠中絶薬の投与方法から否認薬に関するアドバイス、さらには、 人間関係のコンサルティングまで様々な質問をすることができる。ウィメンオンウェブは海から中絶薬を届ける代わりにパッケージとドローンを使用して安全な在宅中絶のための薬と指示を送る。彼女には二人の子供がいてアムステルダムに住んでいる。ベッセルは2014年に南西映画祭で初演されたゴンパートのウィメンオン、ウェーブスの使命に関するドキュメンタリーである。 このドキュメンタリーはゴンパートが率いるリプロダクティブヘルス活動家のネットワークの構築を描いている。また、この世界の生殖に関する権利に関する現状を変えていく活動が描かれているが、元を成すのは女性は自分の妊娠中絶を自分で決め行動を起こすことができるという女性への信頼である。 実現不可能と広く信じ込まれている考え方を実際に目に見える運動へと移していき、それを世界規模にまで持ち上げる模様を移した。このフィルムはゴンパーツが確かにこの世界の何かを変えていることを伝えている。中絶が非合法の国ではハンガーなどを使って女性が自分で危険な中絶をしようとしてきたが、ウィメンオンウェブはハンガーに別れを告げようという有名なフレーズを ディーゼル宣伝のポスターに載せてもらい、組織活動の宣伝広告キャンペーンも行った。これらの広告には、写真のプレインサイトに隠されたバーコード非常に重要な秘密が隠されていた。つまり、モデルが着ている T シャツのバーコードをスキャンすると、携帯電話に中絶薬に関する情報が提供されるというものである。これは公共メディアで議論を起こすことなく、 そのような重要なメッセージを宣伝する革新的な方法だった。ゴンパーツは今や間違いなく忠実の権利運動の最初の過激派である。彼女は芸術から離れたが彼女の芸術的バックグラウンドは彼女のフェミニスト芸術活動に生かされている。彼女にとって芸術は他のすべてと切り離されたところにありアクティビズムとは別のものである。ガンパーツはオプロジェクトは 芸術とアクティビズムの漠然とした分離を意図的に行っており、これら両方をあまり組み合わせていない。ユップ・バンリ・シャウトが設計したモバイルクリニックは A ポータブルと呼ばれていた。この機能的で快適な空間はコンパーツとバン・リース・ハウトの共同の賜物である。モバイルクリニックを設計する際、二人はレインボー・オーリア・号2へ最初に抱いたコンパーツの印象に フェミニストのひねりを加えたものを作り出すことを目指した。アーティストによって設計され、芸術財団によって資金提供された A ポータブルは、機能を持つ芸術作品とみなされ、公開中、各国の運輸省が自国海域でコンテナを没収しようとしても、A ポータブルの持つ芸術性のおかげで、越境が許された。微面オンウェーブスが国際的に認知された後、 世界中の美術展を開催し始めた。芸術展開催は芸術という手段を使い、人々の意識を高めることを目的とした、もう一つのキャンペーンだった。2001年、A ポータブルは第49回ベネツィアビエンナーレで展示されたが、展示会の重要な作品であるため、アルセナーレの海に浮かぶイカダに乗せての展示だった。2001年、ゴンパートは、 ウィリエム・フェルト・ホーベンと共同し、ミディウマティック・スーパーマークトと呼ばれる美術会館で展示会を開催した。展示は、ミディウマティック・ウィメン・オンウェーブス賞と呼ばれ、ポートレートコレクター、C ・アイハットアン・アボーション、エブリー・ロク・ミニッツの4部で構成されていた。一つ目の展示会、ポートレートコレクターでは、展示会訪問者で、経験のある人がその場で自分の写真を撮り、 写真を提供することにより、視聴者も展示会に参加できるようなインターネットギオスクの写真展であった。コンパーツは、中絶が起こる頻度を人々に伝え、また、できるだけ多くの人に中絶に関する情報を提供しようとした。展示会シーンは、ウィメンボンウェーブスのアイルランドへの最初の公開で、撮影された海のショットで構成され、これも展示会訪問者と、 やりとりできるような展示であった。展示中に聞こえてくる音は、ウィメンボン・ウェーブスに助けを求める女性の声から成り立っており、詩的な作品に仕上がった。展示会アイハットアン・アボーションでは、ベストをかけたワイヤーコートハンガーがたくさんぶら下がっているショーで、各ベストには、すべてのヨーロッパ言語で、アイハットアン・アボーションと書かれていた。四つ目の展示であるエブリー・ロク・ミニッツは、 非常に単純なメッセージを送るものであった。つまり、6分ごとに赤いランプが点滅するものだったが、これは、6分ごとに女性が不法な中絶で死亡するという統計を象徴していた。2003年7月12日、展示会は、ミディウマティックスーパーマークと美術会館の入り口を A ポータブルでブロックする形で幕を閉じる。建物をブロックしているように見えるが、実は、 ブロックするという型破りな方法での A ポータブルの展示で、この展示をもって、ウィメンボン・ウェーブスの4つの展示会が幕を下ろすことになる。展示を訪れた人々は、この時、時折中絶クリニックに変身する世界中を公開した、この船の中に入り、中を見学することができた。ありがとうございます。